ヘリックスブリッジ、公式名称ザ・ヘリックスは、シンガポールのマリーナセンターから、マリーナベイの中のマリーナサウスへと至る歩道橋である。公式に開通したのは2010年4月の午前9時だが、マリーナベーサンズが建設中だったため当初、開通したのは半分のみであった。この橋は、ベンジャミンシアーズブリッジの側にあり、ベイフロントブリッジとして知られる道路橋が並行している。 ヘリックスブリッジが全て開通したのは2010年7月18日で、この時、マリーナベイへと至る道が全て開通した。デザインの担当チームは、世界中から集められており、オーストラリアの建築家のフィリップ・コックスと、技術エンジニアリングのアラップとシンガポールのアーキテクツ61から構成された。天外は溶解されたガラスと鋼鉄の網からできており、 内側の螺旋を取り込むことで歩行者に日陰を作っている。橋には景観を眺めるデッキが4カ所設けられており、シンガポールの地平線とマリーナベイのイベントを眺める絶好のスポットである。夜間にこの橋は二重螺旋構造の光によってイルミネートされ、来訪者に特別な資格経験を与える。夜の橋には赤と緑で C、G、A、T の文字が ライトアップされるが、これは DNA を構成しているアデニンとグアニン、シトシンとチミンを表している。このデザインは左巻きの DNA をモチーフにしており、これは地球上の一般的な DNA とは逆である。この建物は2010年の左巻き DNA の電動入りを果たした。陸上交通局はこの橋のデザインの技術と構造は世界で最初の事例であると主張している。 輸送用建造物の賞である世界建築祭賞を同年に受賞している。また、シンガポールの建築、建設庁は2011年にこの橋に賞を授与している。当初からこのプロジェクトは数多くの挑戦に挑んでいた。前浜の遊歩道とつなぎ目がなく調和させるために、こう描いて湾曲した橋のデザインが要望された。さらに隣の橋が六レーンの車道有志景観も、 重厚なのに対して、この橋は軽量の構造で作られることが望まれた。熱帯の気候のため、この橋の要件には直射日光と豪雨を妨げることが含まれていた。これらの要素にさらにランドマークとしての特色を加えることが望まれた結果、このような新しいユニークなデザインとなった。この橋は英国規格5950を用いて、 科学からデザインを設計されている。その結果としてこの橋は二重螺旋構造は、感情のトラスとしてこの橋の事情を支えている。この手法は DNA の曲線上の構造から着想を得ている。この螺旋ヌクダは、橋のデッキの下でお互いに接している。二つの螺旋は、それぞれ一連の支柱に支えられて、 硬直化した指輪のように硬い構造を作り出している。この曲線の形状は強力で理想的な配列である。ステンレス鋼の橋は両側ともにコンクリートの強大で支えられている。全長280メートルの橋は65メートルの部分が3つと45メートルの部分が2つで構成されている。 もし鋼鉄をまっすぐ引き伸ばしたら全長で 2.25km ほどの長さになる。大小それぞれの螺旋はそれぞれ反対の方向に回転しており、直径はそれぞれ 10.8m、9.4m である。螺旋の外側は6つの管で形成されており、それぞれ等間隔に固定されている。螺旋の内側は5つの管で構成されており、管の直径は 外側と同様2 7 3ト、mm、ルである。川の上で橋は非常に軽く先が細くなっているステンレスの柱によって支えられている。この柱の中はコンクリートで埋められている。柱は三脚を逆さにした形をしており、橋のそれぞれのパイルキャップを支えている。この橋の重さはすべてで1700トンである。 この橋はお,およそ650トンのステンレス鋼と1000トンの炭素鋼から作られており、これらの材料は一時的な構造として使われたほか、橋が螺旋構造を取ることを助けるのに使われている。この橋の建設は佐藤工業と TTJ デザインエンジニアリングテ n リ e r i n の協力によって受け終われた。両企業は橋を建築するために支援を行った。佐藤工業は ヘリックスブリッジと平行に走るコンクリートの一時的な橋を建設するのに特化したのに対して TTJ デザインはヘリックスの構造の製作をサポートした。このプロジェクトの TTJ デザインの主要人物は取締役のブ袋、プロジェクトマネージャーのゲーネル・ベラスコ、アーネル・アルコリン、エンジニアのチョン・ジー・ウィーンであり、他にも大勢の方がこの橋の建設に携わった。 数百名の労働者の貢献があってこの橋は建設された。ザフロートアットマリーナベイからのヘリックスブリッジの眺め、この橋が実際に建設される前、カーボン港で作られたモックアップで想定される困難を確かめていた。構成物資の製造は北から南まで行われ、シンガポールの道路を運営できる構成物資は部品ごとに集められた。この試みは実際に 現地で制作が始まる前に、組み立ての誤りを特定するために行われた。ヌクレオチドの配列は、マリーナベサンズに向かうに従って、ATCTGGTCGAGCTCGGGTCCACTCGGATT,CTG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 TCAATGA と、並んでいる。この配列は、 どの基地の配列とも一致しない。ありがとうございます。